さん、こんにちは。こんにちは。僕らの深谷始まりました。始まりましたね。橋爪 D。 はい、呼び捨てしちゃった慣れましたか？だんだんと慣れてきました。楽しいですか？楽しいです、やっぱり。橋爪さんの、ね、ディレクターが2回目ということになりましたけれどもね、はい、今回は、また前回ね引き続きましてゲストさんをお呼びしております。今回は一体どんな方がいらっしゃってどんなお話が聞けるのか、ちょっと皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、ではお呼びいたします。船岡舞さんです。どうぞ。こんにちは。お願いします。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。船岡舞さんはですね、ヨガのインストラクターさんで技活に登録しております。はい、今までのこのヨガの経緯とかそんな話をしたいなと思うんですけれども、はい、技活に登録したきっかけとか何かあるんですか？まあ、ヨガの、はい、とあるところでやってまして、館長さんが、こんなのがあるから出てみないって、はい、そういう、まずそこからだったんですよね。私自身は知らなくって、そうなんですよ。そこから、はい、で教えてもらってやりました、はい、ね、ヨガの、はい、あの技活の動画もすごいたくさん見られてますよね。ありがたいです、はい、あのヨガって いろいろ多分あると思うんですけれども、はい、どんなヨガを主にやられているんですか？まあ、ハタヨガっていう多分部類にはなるんですけれども、はい、太陽礼拝をベースとしたあの、まあ、基本かなっていうヨガですね、うんうんうん、そんな難しいポーズも取らないです、やっぱりね、皆さんができる範囲でやりたいので、もうなんか逆立ちとかも全然やんないですもうアームバランスやっちゃったりとかもないです。でも逆にそういうポーズもあるわけですよ。そうあります、いろいろ、はいはい、実際見てもらえ、見たほし、見たいですけどね逆立ちとかずっとやってるわけですもんね家でなんか前やってて、初めな前なんですもん、何年前だ、6年前ぐらい、あの逆立ちを練習してて、はい、子供と一緒に、はいはいはい、でやってて、もう後ろにどん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 バタンバタン落ちるんですよ。初めできなくって、どん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 腰打ったりもうそれがなんかもううるさいって言われて、子供の前ではやらなくなりました、はい、そうですね。船岡さんがヨガを始めたきっかけって何がありますか？私は、それこそ20歳ぐらいの時にホットヨガっていうものが多分出てき始めた頃ぐらいなのかな、流行りだした頃ぐらいで、まあ独身だったんですけど、その時にやってて、で結婚をして出産して、まあその期間もずっとやってなくって、でそうしたらもう20キロ太ったんですよ。20キロって20太りまして、でまた2年後に出産して、さらにまた20キロ太ったんですよ。そこからってことですか？20太ったんですよ。トータル。でも 10キロぐらいしか戻んなくって、20太って10キロ痩せて、でさらに20太って、もう結構すごいことになったんですよ。トータル30キロ。もう成人男性のちょっと大きめの人みたいな感じ。全然想像つかないです。マジです、マジです。じゃあその時の写真をってどうぞとか。そう。うんうん、そうなんですね。ねえ、いや、でもだって30キロとか、すごいですよね。なんかもう別人ですよね。全然想像がつかないです、ね。そうなんですよ。でもまあ当初の結婚当初の時よりはもうまだ太ってはいるんですけど、まあ全然そのプラス30とかではなく、プラス5キロぐらいかな。だから結構戻りました、ヨガでやっぱり。はい、なんか母乳で痩せるとか、多分あれは私はなくって、なんかあれ本当なのかなって、そう聞きますけどね。逆に食べちゃう感じなんですよね。あの初めてのことだらけで、でそこであの岡山に私住んでまして、で岡山で3年間、あの2人目出産してすぐ行ったんですけど、でそこでヨガにまた出会って、であの素敵な先生に2人で会って、その先生とヨガしてるうちに、なんか私もインストラクターになりたいなって思って、でそこであの資格を取りました。
資格っていうのは、まあ、多分ヨガのこういろんな資格あると思うんですけど、うんうんうん、なんか講習を受けてこうポーズを試験で取る、うん、試験官の前でやるとかでそういう感じなんですか。まあ、そんな感じですね。あと筆記があったり、うんうん、実技があったり、うん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 、あとまあ講習があったり、はい、でいろんな、まあ、私ベビーヨガと親子ヨガをはじめ岡山でやってまして、うんうんうん、子供と一緒にそれこそ私も一緒に前に出て子供たちを集めてみんなでやってたんですけど、うんはい、でそこで岡山ではやっぱ子供メインでしたね、うん、でこっちに来て、うんうん、あの大人の方がメインになりました。ベビーヨガとか私あまりちょっと馴染みがないんですけれど、赤ちゃんとお母さん一緒にヨガを。そうなんです、うんうんはい、でなんかそこでもあのいろんなところでコラボをさせてもらって、うん、カフェスペースだったり、うんうん、美容院の、うん、オーナーと知り合いで、うん、そこでやらせてもらったりとか、はい、写真館で、うん、その写真をプレゼントするからベビーヨガしようねみたいな、そういうのもいろいろやってました。うーん、岡山で割とアクティブにやってたんですけど、はいはいはい、こっちに来てからあんまりあのジムが多いですねやっぱり、はい、スタジオとか、はいはいはい、自分で行動するのがちょっとなくなりましたけど面白いですね、はい、美容室とか写真館とか、うん、そう楽しかったです、うん、いい経験になりました。すごい毛だらけの中で、はい、ベビーヨガだとそういうポーズをこうなんか赤ちゃんにも一緒に、赤ちゃんのそうメインなポーズですね、はいはい、足を動かしてあげたりとか、なんかお腹をマッサージしてあげたりとか、うんうん、でたまにはお母さんが抱っこして何スクワットみたいな、うん、なんか触れ合いながらやる感じですね。ご自身もね、出産されたっておっしゃってましたけれど、はい、このお子さんを担ぎながら、そうですそうですもちろん担ぎながらできるものなんて一緒にやってましたはい、なんかまあ一緒に入れる時間ってまあちっちゃいうちだけなので、そう楽しみながら、今もうちょっと大きくね小学生になったので、もう一緒にはやらないですけどね重たいですもんね、はい、重たいですね確かにねくっついてもくれないですね、あ上の子は特にねあそうですね、はい、いやまさかそんな30キロとか、うん、そうなんですよ、すごい太ってました、うん、ヨガだけで痩せられ、そう本当に本当にそうです、いすごい嘘だ本当本当嘘だ、私もやってるけど痩せないもん本当に多分元がすごかったから、30キロだったからそのでかかったから、はいはい、痩せやすかったかもしれない。で一番やっぱそのダイエットにっていうのはヨガのこうポーズとかっていうよりかはやっぱど何が痩せるものになるんでしょうか、ね、ウェアを買って、うん、割とウェアってぴったり目じゃないですか、で自分のももを見て、うん、驚愕してやべえちょっとまずいぞ、うんうん、あ男かで頑張ろうかなってなりました、うんうん、しっかりやろうかなって。その30キロ痩せるまで、はい、だいたい期間はどのくらい、でも1年2年ぐらいでしたかね、もう毎日ヨガをして、うん、ちょっとずつですよ、うん、そんなに、はい、いや毎日1時間ぐらいかな、はい、マジか、はい、それすごい宣伝効果だよね私はですよ、まあ、私はね、そこは個人差、はい、個人差ありますけどね、はい、すごい、そう本当に、うん、確かにねヨガのウェアって結構ぴったり、ね、の多いですよ ね、 ね、まあ、いろんなのありますけどね、インストラクターさんとかねすごいですもんね、はい、確かに、うん、か自分ちょっと聞きたかったのが、はい、そのヨガやられてる方、生徒に対してやりながら喋るじゃないですか、うんうんはい、息切れしないですか、もう苦しい、やばいけど、でもしますよ ね、 最近マスクをしながらあのレッスンをするので、はい、ホットのレッスンの時とかだと、うん、なんか汗がすごいんですよ、とにかくちょっと呼吸困難っぽくなったんですけど、うん、初めはでも慣れましたね、はい、慣れました、あとマスクの生地によります。ありますよね。そうですね、合うのと合わないのって。はいはいはい、私も実は何回か船岡さんのヨガを習ったことがありまして、でそれもホットヨガで、こうあった、はい、
暑いところでね、うん、でもこのご時世だとマスクしなきゃいけなくて、やってる方はまだ喋ることはないので、うん、まだいいんですけど、先生がやっぱりマスクして指導もしなきゃいけないし、いろんなこと多分気使うと思うので、うん、もう初めてホットヨガマスクしてる先生見た時に大丈夫かなって思ってね。ホットヨガって37度ぐらい、そのぐらいですね。湿度も、湿度も、はい、そのぐらいです、はい、高い、すごいんですよ湿度も ね、うん、そうそうそう、で皆さんもね汗をかきながらなので、どんどん盛り上がっていくんですよね。耐えられないよ絶対。暑がりな橋爪さんが。きついですよ。やりながら多分ライスありますよね。25度が猛暑ですよね。もう猛暑ですからね。はい、25度は猛暑日ですよ。私的には。本当に船岡さんのヨガはね、すごくこうリラックスできて、しかも自然体のヨガなので、いろんな方いますよね、ヨガでね、はい。そうですね。いろんなキャラクターの方がいますけど。ぜひ後半ではちょっと技を、ね、披露していただくこともあると思います、はい、ではですね、ここでちょっとお知らせを挟みますので、ね、すみません、はい、ちょっと失礼いたします。では技勝くんどうぞ。善利欲ばし僕をつないでくれた、僕をつなげてくれたリバプールにこの世界に僕をつなげてくれた。岡谷市、岡にある滝岡橋。この橋もまた実に走りたくなる橋である。わざかつくん、今日もありがとうございました。ありがとう、早い、本当に走る前、一応ね、コメントしとかないとね、そうですね、後でカメラマンさんにね、カメラマンさんに突っ込まれる。突っ込まれるんですね、はい、すいません、ありがとうございました。船岡舞さんに来ていただいています、はい、引き続きよろしくお願いします。先ほど30キロの増減があったという驚きの事実ですけど、ヨガってでもそもそもこうどう体にいいんですかね、ヨガ、いろんな、ね、ストレッチとか体ほぐすのもあれば、はいはい、体幹鍛えるのもありますよね、そうですよね、うん、私は割と動くタイプのヨガが好きで、うんうん、まあ、先生によってなんで、本当に先ほど言われてたように、うん、先生によっては、まあ、ずっと寝ながらポーズ取ったりゆったりめなポーズを取る先生もいらっしゃるんですけど、私がその出会った岡山の先生たちは割とアクティブに動く先生たちだったので、うんうん、なんかそういうヨガが好きで、やっぱり合ってる合ってないってあるじゃないですか、はいはいはい、そのヨガにも、うん、種類もありますので、はい、だから私それでやっぱ痩せたのかなって思います。本当に気になる。体重制限じゃないや、食事制限とかしたんですか？食事はね、しなかったんですよ、うん、割と食べるのが大好きで、はいはい、よく食べます。普通に摂取をして、摂取して、でも体を動かして、動かして、うん、汗かいて、はいはい、そしたら、そうですね、そしたら痩せてくるなぁ、私初めて聞いたかもしれないです。本当ですか？うん、何を食べちゃいけないんでしょうね。すごい、私気になるな。小麦系、朝小麦系を、まあ、人によってですけど、むくんじゃったりとかってあるじゃないですか。めっちゃパン派です。私も米派なんですよ。そう、米派。めっちゃ甘いもの、朝だからと思って、うんうん、朝だからいいだろうと思って、美味しいもの、美味しいもの、パンケーキとか、そうそう、菓子パンとか、まあ、でもね、朝だからって思いますよね、動くし、朝だから一番食べられると思って夜よりは。なるほど、今日はちょっと米にシフトしよう、ね、米にしたらいいかも。なるほどね、ちょっと今日すごい勉強に、ありがとうございます。ではですね、後半のこの次の動画の時に、実際に
ヨガの技を披露していただきたいなと思います。私もすごいヨガ趣味なんですごい楽しみにして今日は来ましたので、はい、楽しんでヨガやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。では一旦さようなら、こちらですかね、はい。わざかつ復活チャンネル登録お願いします。